おはようございました。大洲市議会議員の中野博史です。今日は6月2日日曜日です。大洲市内ご覧の通り大変良いお天気になりました。今日6月2日はゴミゼロ運動の日になっています。私自宅からゴミを拾いながら北小学校を目指しています。今大洲農業高校の隣までやってきました。もう少しゴミ拾って北小学校まで行っていきたいと思います。ではお願いします。あ、結構拾ったね。これぐらい拾いました。行こう。はい、学校へ向かいます。到着しました。はい、お世話になります。これが燃えないゴミです。はい、燃えないゴミです。あ、お世話になります。ありがとうございます。校舎の前のテントでは記念品をお配りしております。大洲市の指定ゴミ袋をお渡ししてますのでお受け取りください。また大洲市さんによります、海洋プラスチックゴミについてのパネル展、ゴミに対してのパネル展等をしておりますので、ゴミを拾って帰られた方お疲れ様でございました。小学校の校舎。はい、今から私のおうどんをいただかせていただきます。ごちそうになります。いただきます。おうどん、みっちゃんいてくれて、おいしい。おいしい、みっちゃんいて嬉しい。あ、お疲れ様です。みっちゃんいてくれて嬉しい。皆さんおはようございます。第30回となる、大洲市のゴミゼロ運動、このように多くの皆様にご参加をいただき、本当にありがたく思っております。大洲の環境を良くする連絡協議会、そして、厚生団体の皆様、関係機関の皆様、そして、市民の皆様に、市長として、心から感謝とお礼を申し上げたいと思います。せっかくの機会ですので、何点かご報告をさせていただいたらと思います。6年前、あの水害で本当に
多くの市民の皆様にご苦労をおかけしたことと思います。あれから6年、国土交通省そして愛媛県の皆様のご尽力のおかげで、激突事業で、築堤がほぼ終わりました。堤防が高くなり、治水安全度は高まりました。国交省の皆様そして愛媛県の皆様に心から感謝とお礼を申し上げたいと思います。ただただ気候変動は凄まじいものがありますので、これからもいろんな対策を講じていきたいと思っております。どうか皆様のご支援とご協力を引き続きお願いをしたいと思います。向こうのですね、五郎や高山の山を見ていただきたいんですけれども、新緑であった柔らかい緑が一雨ごとにだんだん濃くなり、初夏を迎えました。私たちの大洲、本当に緑が豊かで、母なる川、肱川が流れており、自然の素晴らしいふるさとだと自慢しているところであります。このふるさとを美しいふるさとにより美しくしたい、これは市民共通の願いではないでしょうか。ゴミを出さない、できるだけ再利用をする、そういった運動を我々市民一人一人が頑張って継続をしていきたいと思います。大洲市の方も環境生活課という課を作って、今いろんな動きを始めております。どうか今後とも皆様方のご支援とご協力を賜りたいとお願いしておいたらと思います。で、せっかくの機会ですので、皆さん本当に治水安全度を高めたい、道路の環境を良くしたい、皆さん本当に切に思ってこられたことだと思います。一つの大きな節目を迎えました。築堤が終わり、暫定堤防が高くしていただきました。これから内水対策も講じていきますし、また国の方にもお願いをしているところであります。ここまでのご努力に対して、今日も実は国交省の皆さん、たくさんゴミゼロ運動にも参加をいただいております。愛媛県の皆さんは昼からの堤防の観光式に向けて準備を今していただいております。感謝の気持ちを込めて、私と一緒に拍手をしていただけないかと思います。国交省そして愛媛県の皆さん、本当にありがとうございます。はい、我々大洲市民もより安全安心な街づくりを目指して頑張ります。引き続きのご支援とご協力をお願いをいたしまして、そして市民の皆さんと大洲をより美しく、そして挨拶が飛び交う素敵な街にするべく一緒に頑張りましょう。お誓いをして終わります。今日はご苦労様です。大洲市ボランティア連絡協議会のメンバーが今日は、はい、参加してやっております。で、ですね、でギターを弾いてくれているのは、この近くでの立て早というお店があるんですが、そこのご主人と、はい、お嬢ちゃんも今日は、はい、近くでご協力いただいております。はい、そしたらこれから、はい、丸罰ゲームをいたします。で、せっかくなのでね、みきゃんとダークみきゃんが今日は来てくれているので、ご協力をいただいていると思いますので、よろしくお願いします。じゃあみきゃん、ダークみきゃん、よろしくおいでください。時間制限があるというのでね、はい、ちょっと足元がちょっとおぼつかないので少々お待ちください。よっしゃ、どっぷりみっちゃん、みっちゃん、みっちゃん。
はい、お願いいたします。じゃあ、みちゃん、こっち来るか。みちゃん、こっち。ね、はい、みちゃん。ちょっと遠いですが、はい、こっちだよ。どうぞ。はい、紐からこっちね。はい、ダークみちゃんの途中です。はい、ね。はい、で、もしよかったら、皆さんも、丸バスゲームしますのでね。はい、いくつかしますので、よければ、一緒にハマってやってみてください。どうぞ。はい、じゃあ、人形を持ってるメンバーも、じゃあ、とりあえずこっち行きましょうか。ね。はい、持ったままでいいよ。はい、はい、こっちどうぞ。はい、皆さんもよければ一緒に入ってみてください。丸バツゲームね。丸バツクイズです。丸はみちゃん、バツはダークみちゃん。人形持ってるメンバーも問題は知りませんのでね。はい、どうぞどうぞ。みんな出ておいで。はい、どうぞ。はい、いいよ。途中からダメ行けんね。入ってね。はい、見ていいよ。はい、じゃあ行きましょうね。はい、はい、第一問。はい、こんにちは。八幡浜に岩田さんという、ゴミ収集家がいます。はい、その方がね、この瀬戸内海ぐるーっと回ってゴミをね、瀬戸内海にどんなゴミがあるか調べたんだそうです。その岩田さんが調べた結果、瀬戸内海に、はい、約500くらいのゴミバカがある。はい、この瀬戸内海に500位に当たるゴミバカがある。丸かバツか、どうぞ入ってください。みきゃんの方が丸。はい、ダークミキャンの方がバスの方になります。どうぞ。瀬戸内海に500のゴミバカがある。あるかな。どっちかな。ですか。はい。は、あと10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、ストップ。はい、じゃあ正解。はい、みきゃんちゃんもだいぶ疲れてるようになってた。はい、はい、それでは、はい、マイクロプラスチックの発生量はね、世界で約年間800万トンである。どうでしょう。はい、世界で1年間にマイクロプラスチックが発生する量は年間800万トンである。どうでしょう。9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、はい、正解は、はい、丸です。はい、それでは、はい、まだね、続けたら行くと、みかんちゃんがぶっ倒れそうなので。はい、じゃあここまでします。で、別に、ね、景品はありませんが、はい、みかんちゃんとね、はい、握手をして、はい、お帰りください。ありがとう。はい、ダークミちゃんもね、はい、握手してください。はい、ご協力ありがとうございました。はい、それでは最後に、はい、はい、去年も歌ったんですが、私の子供たちへという歌を歌って終わります。私ども、地元大津で、愛媛よさこい祭りを中心に活動しております。ラリールレロレンでございます。毎年この、歴史ある、ゴミゼロ運動に、参加させていただき誠に光栄でございます。今日はですね、見ての通り一番前に、衣装、また髪型もビシッと決めて可愛い子供たち、また大人の中でも初参加という初デビューという子供たち、また大人の女の子、男の子おります。
今日はですね、本当は口から心臓が飛び出すものぐらいちょっとだけ緊張している子もいるかと思います。ですけども一緒にですね、皆さんと一緒に楽しんで最後は笑顔で踊っていきたいというふうに思います。本日は本当に関係者の皆様、30回迎えられて歴史あるこのゴミゼロンドを誠に盛大なるご開催おめでとうございます。令和を代表しまして、代表に成り代わりまして熱く、お喜び申し上げます。それでは本日3曲ご用意させていただきます。まずは高知のよそこい祭りが8月に始まりますが、そちらの方で、基本的に今でも、踊り続けております。成長よそこいという基本的な演舞をまずご披露させていただきます。それでは踊り子参ります。はい、踊り子直れあれ、ちょっと CD のちょっと下不具合です。ちょっとだけ待ってください。すいません。大変ともいうふうに思います。踊り子。はい。Thank you.
がとうございます、何せちっちゃい子供がいますのでちょっとあの水分補給だけさせていただきます。小学校でのゴミゼロ運動の模様でした。今年で第30回となるそうです。30年の長きにわたりこういった取り組みやってこられたことに心より敬意を表したいと思います。またボランティアをはじめとする関係者各位に心より御礼申し上げます。今後も市内の美化運動私も積極的に関わっていきたいと思います。今回はここまでです。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。